皆さんこんにちは、スプレアとノベルちゃんです。こんにちは。忍者についての話、私は本当に忍者とか侍とか日本の歴史とか好きです。でもやっぱりアニメとか映画とかイメージが強い。忍者はいつも戦い人だと思ったんだけど、これは 100% は本当かわからないけど、日本の最後の忍者のビデオ見たら本当には忍者は戦わなかったっていうこと。なので手裏剣とか軍内とかあんまり使わなかったってことです。なんか忍者はいつも戦ってるみたいなイメージがあって、よそりしててショックだったんですよ。スパイで戦うことが避けたっていうか、できるまでに戦わないことにしたので、すごくびっくりです。このビデオは面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた見てください。